次に藤田文武君、はい、藤田文武君。日本維新の会の藤田文武でございます。本日は、おとついのですね、5月10日の予算委員会で取り上げさせていただきました十分慰安婦等の表現について、歴史教科書の問題、お聞きしたいと思います。まずですね、先日の予算委員会でも、お聞きした内容をなぞる形でまずお聞きしたいと思います。このですね、まず4月の16日に我が党の馬場伸幸、幹事長がですね、従軍慰安婦等の表現に関する質問主意書、そして強制連行、強制労働という表現に関する質問主意書2本の文書質問をさせていただきまして、それに対して4月27日閣議決定された答弁書が出ております。その中で、端的に内容を申し上げますと、従軍慰安婦、またはいわゆる従軍慰安婦、そして従軍と慰安婦の用語を組み合わせて用いるということは誤解を招き得る表現において表現なので、使用していない、また強制連行または連行ではなく徴用が適切、そして強制労働という表現することも適切ではないという、閣議決定された答弁書を、いただいたわけであります。でそれに伴いまして、菅総理からは教科書の検定基準については閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合はそれに基づいて記述されていること、これが基準の一つになっていますというご答弁をいただきました。つまり今後の教科書についてはこれらは適切でないというふうに受け止めたわけでありますけれども、この今後の検定教科書に従軍慰安婦等のこの先ほど申し上げた用語を使用することは適切ではないという見解でよろしいでしょうか。大臣に確認したいと思います。萩生田大臣。教科書検定基準において閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合にはそれらに基づいた記述がされていることが基準の一つとされております。今回ご指摘のような従軍慰安婦や強制連行、強制労働の表現に関する質問主意書の答弁書が閣議決定されたことを受け、今年度の教科書検定より教科書検定調査審議会において当該政府の統一的な見解を踏まえた検定を行ってまいりますので、今後そういった表現は不適切ということになります。藤田文武君。ありがとうございます。不適切というふうに明言していただきました。これ確認ですが、いわゆる従軍慰安婦という表現があります。これもいわゆるをつけても適切ではないという理解でよろしいでしょうか。串田統括官。お答えいたします。ご指摘 の質問主意書の答弁書におきまして、政府としては従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招く恐れがあることから、従軍慰安婦またはいわゆる従軍慰安婦ではなく単に慰安婦という用語を用いることが適切であるといった内容で閣議決定されているところでございます。このことを受けまして、今年度の教科書検定より教科書検定調査審議会におきまして、いわゆる従軍慰安婦という表現を含めて当該政府の統一的な見解を踏まえた検定を行ってまいりたいと考えております。藤田文武君。ありがとうございます。もう一つ、これ従軍と慰安婦を組み合わせる、同じ文脈で組み合わせるということも同じく、同じ理解でよろしいでしょうか。串田統括官。お答えいたします。先ほどもお答えしました質問主意書の答弁書におきまして、従軍と慰安婦の用語を組み合わせて用いるなど同様の誤解を招きうる表現についても使用していないといった内容が閣議決定されております。こうしたことを受けまして、今年度の教科書検定より従軍と慰安婦の用語を組み合わせて使用することも含め検定審議会などにおいて議論の上、当該政府の統一的な見解を踏まえた検定を行ってまいりたいと考えております。藤田文武君。ありがとうございます。これで明確になったと思います。それでは令和3年度から使用される山川出版社発行の中学歴史日本と世界、これ令和元年度の検定済みの教科書でありますけれども、
ここにはですね、いわゆる従軍慰安婦や強制連行といったような、ものが記載されているわけですけれども、私が把握する限りにおいて、この教科書だけじゃないと思うんです。そもそもこれらの慰安婦、従軍慰安婦、いわゆる従軍慰安婦、またはその組み合わせ、強制連行、連行、強制労働といった言葉が使われている検定教科書、これ、中学、高校ともに可能な限りご紹介いただきたいと思います。岸田統括官。お答えいたします。ご指摘のこれまでご指摘いただきました答弁書におきまして示されております従軍慰安婦等の用語、それから強制連行などの用語の教科書における使用状況についてお答え申し上げます。令和3年度から使用されております中学校社会の歴史的分野の教科書におきましては従軍慰安婦の用語につきましては山川出版社の中学歴史日本と世界において記載されております。また朝鮮人の強制連行の用語につきましては、学び者の共に学ぶ人間の歴史において記載がなされております。また、令和4年度から使用されます、高等学校歴史総合におきましては、従軍慰安婦等の用語につきましては、清水書院の私たちの歴史総合、実況出版の小述歴史書総合、東京書籍の新鮮歴史総合および紹介歴史総合において記載がなされております。また強制連行等の用語につきましては第一学習者の高等学校歴史総合および高等学校新歴史総合過去との対話つなぐ未来東京書籍の紹介歴史総合実況出版の歴史総合および小述歴史総合清水書院の私たちの歴史総合において記載がなされております。さらに今年度高等学校において使用されております日本史の教科書でございますけれども、まず日本史 A につきまして従軍慰安婦等の用語につきましては7点中3点強制連行等の用語につきましては7点中7点それから日本史 B につきましては従軍慰安婦等の用語につきましては8点中2点強制連行等の用語につきましては8点中6点の記載がなされているところでございます。藤田文武君。ありがとうございます。これらの、たくさんあるわけです。だからこれらが適切にされていくことを、強く望むわけでありますけれども、これ萩生田大臣に一昨日の予算委員会でもご答弁いただきましたが、今後のこの検定教科書についてはおそらくならないんだろうと。で、今のすでに検定済み、またはすでに学生さんが学んでいるものについての対応について、まずお聞きしたいと思いますが、いろいろ記者会見や等でも、ご発言をいただいていると思いますが、このことについて確認したいと思います。萩生田大臣。従軍慰安婦や強制連行などの用語が記載された、今ご紹介のありました教科書については、まずは教科書検定規則に基づき、当該教科書の発行者において、閣議決定された政府の統一的な見解を踏まえて、どのように検定済みの教科書の記述を訂正するのかを検討することになります。そうした発行者による訂正申請などの状況を踏まえた上で、文科省として、教科書の検定基準に即した教科書記述となるように適切に対応してまいりたいと思います。藤田文武君。ありがとうございます。これはですね、私の理解では、まず教科書検定規則第14条第1項に記載されているように、今言ったように、いわゆる自発的な、教科書会社が自発的にどう修正していくかということを、が一義的にはそれが先にあるんだろうと思います。で、その上で、同規則の第14条第4項には、文科学大臣は検定を経た図書について、第1項及び第2項の規定に、規定する記載があると認められるときは、発行者に対し、その訂正申請を勧告することができると、訂正申請勧告のことが書かれてあるわけであります。で、このことについては、先日の10日の、おそらく10日だったと思うんですが、の加藤官房長官も会見で少し触れられました、その可能性は否定、可能性があるということも否定しなかったわけでありますけれども、このことについて、今後の対応、その訂正申請勧告等の対応についてはどのように理解したらよろしいでしょうか。岸田統括官。
答えいたします。訂正申請の勧告についてのご質問でございますけれども、教科書の記述が今回閣議決定されました内容に基づく記述となっていない場合、教科書検定規則第14条第1項に規定いたします。児童生徒が学習する上に支障を生ずる恐れのある記載に該当することとなるものと考えられます。こうした場合におきまして、教科書検定規則において教科書発行者が訂正申請を行わなければならないものと規定されております。発行者から仮に訂正申請がなされなかった場合、教科書検定規則におきましては文部科学大臣が訂正の勧告を行うことができるという旨の規定があるところでございますけれども、実際に訂正申請の勧告を行う必要があるかどうかにつきましては、教科書の具体的な内容や今後 その発行者によ る申請の状況などを踏まえまして判断してまいりたいと考えております。藤田文武君。ありがとうございます。適切な対応を、各教科書会社にも求めたいと思います。でちょっと背景を確認しておくとですね、この従軍慰安婦という言葉は、戦時中には存在しませんでした。いわゆる戦後昭和48年に同名小説を表した千田加工氏が作った造語だということは、周知の事実でありますけれども、1980年代に吉田誠二氏による軍令により最終党で女性を強制連行して慰安婦にしたという全くの作り話、虚偽の証言が一人歩きして拡散され、そして朝日新聞等をはじめとするメディアが大々的に取り上げてきたわけでありますが、2014年には朝日新聞がこの件を正式に謝罪、撤回、訂正し、そして新聞赤旗ですら取り消し、謝罪したという経緯が、あるわけであります。このことは、今回、その用語がどうかということの答弁書、閣議決定の答弁書ですが、この経緯についても書いていただいています。慰安婦がご指摘の軍より強制連行されたという見方が広く流布された原因は、吉田誠二氏、個人が昭和58年に日本軍の命令で、韓国の最終党において大勢の女性狩りをした旨の虚偽の事実を発表し、当該虚偽の事実が大手新聞社により、これは朝日新聞ですけれども、事実であるかのように大きく報道されたことにあると考えているところ、その後、当該新聞社は平成26年、2014年に従軍慰安婦擁護メモを訂正と訂正し、市として朝鮮人女性を低身体の名で強制連行したという表現は誤りであって、吉田誠二氏の証言は虚偽だと判断したということを発表し、当該報道に係る事実関係の誤りを認めたという、そういう経緯も含めて、この答弁に至っているということが明記されているわけでございます。ここでですね、この個別の用語についての見解をは、よく分かりました。で、今後是正されていくことだろうと思います。その上で、この慰安婦という問題は、戦場のいわゆる性の問題であります。で、この戦場の性についてですね、この日本の歴史教科書、いわゆる日本史世界史において、扱われている事例っていうものを可能な限りご紹介いただきたいと思います。岸田統括官。お答えいたします。ご質問の趣旨に該当すると考えられる記述を、我々が把握している中で例示させていただきたいと思います。例えば、現在使用されております高等学校の世界史の教科書におきまして、冷戦後の世界に関する記述において、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立時、これは1992年でございますけれども、この時に起きた紛争において、ボシュニャク人女性に対する暴行が行われたことについて記載されているものがございます。また、日本史の教科書におきましては、日中戦争における関する記述の中で、南京事件を取り上げまして、その注意書きとして、女性を含む一般女性に対して暴行が行われたとの記述があるものがございます。藤田文武君。ありがとうございます。ここでボスニアの件を挙げていただきましたが、これ、暴行なんで犯罪ですよね。で、これ、私が一つ問いたいのは、この従軍慰安婦、いわゆる第二次世界大戦中の日本軍に関しての従軍慰安婦というものを取り留めて取り上げてきたという事例があるということを指摘して、
で後でまたそれについて問いたいですが、ちょっと離れていわゆるこの中学校とかの教科書でいわゆるその性についての話、まあ、これを取り上げるということについてどうかという疑念もまあ、あるわけでありますが、今同じく日本の歴史教科書に扱われている事例の中で性風俗とか性産業について扱われているものがあればご紹介いただきたいんですが、例えば吉原とか赤線、そういったものはこれ扱われてこなかったわけですね。で、まあ、そういったものを考えたときにこの性風俗や性産業についてどのように扱われてきたかということを可能な限りご紹介いただきたいと思います。岸田統括官。お答えいたします。ご質問の趣旨に該当すると考えられる記述をいくつか例示させていただきたいと思います。例えば現在使用されております高等学校の日本史の教科書におきまして、江戸時代の遊女というコラムで遊郭と遊女の歴史等について記述しているものがございます。また別の日本史の教科書におきまして、江戸時代の化政文化の浮世絵等に関する記述の中で遊女について取り上げているものもあるところでございます。藤田文武君。ありがとうございます。あの事例を挙げていただきました。これ相当こういった話題については抑制的に扱われてきたというのが事実だと思います。で、諸外国をちょっと比べてみたいんで可能な範囲で把握しておられるところを紹介いただきたいですが、諸外国によって自国他国含めてこの先ほどの戦場の性の問題ですね、これは古今東西ある問題であると思いますが、戦場の性についてどの程度記載されていると把握しているかお聞かせいただけたらと思います。岸田統括官。お答えいたします。教科書制度につきましてはその国ごとに様々であることもございまして、文部科学省におきましては恐縮でございますが、日本以外の歴史教科書の具体的な内容やその詳細につきまして把握しているところではございません。このためご指摘の諸外国の歴史教科書におきます戦場の性の問題につきましての記述に関しても把握していないところでございます。藤田文武君。ありがとうございます。これ事前にもちょっとさせていただいたんですが、まあ、なかなか今から調査するというのも時間があると思うんで、まあ、これいろいろ研究しているものを、まあ、調べたいなというふうに、まあ、私も思いますが、まあ、ここで、まあ、私が思うところはこの従軍慰安婦という記載が、まあ、いろんな歴史的経緯またはその虚偽の、まあ、や誤報道の中で取り扱われてきたというのは、いわゆるこの強制連行説や、まあ、20万人というような数字や、まあ、性奴隷にしたというようなそういうようなキーワードと結びついて、まあ、むちゃくちゃしたと、だから記載してるんだと、すごく特筆性があるよということで取り上げられてきたっていうのがこれは実態だと思います。で、そのことはもしそうであれば私は記載してもおかしくないと思うんですね、むちゃくちゃしてきたんであれば。でもそうではないと。で、その歴史的経緯やそれぞれにまつわるそれをが起こり得てきた、まあ、吉田氏の証言等が全部、まあ、こう否定されてきて歴史的事実はないというふうに結論付けられ公式見解でも定まっているわけでありますから、であるならばこの、まあ、世界各国古今東西にまつわるこのいわゆる一般化すると慰安婦は戦場の性の問題であります。その戦場の性の問題をここだけ取り留めて取り上げるっていうのが果たしてそれは整合性が歴史教育において整合性があるのかという素朴な疑問が湧くわけであります。で、これ教科書検定ということについてこれをどうこうというと、まあ、なかなかこれはご見解示していただけるのは難しいと思うので、あくまで一般論としてお聞きしたいというふうに思いますが、この戦場の性の問題は先ほどから申し上げているようにいろんなところで犯罪性やまたは犯罪でない合法的なものも含め、そして文化的なものも含め、たくさんあります。で、その中で、これまでの日本の歴史教育において、この第二次世界大戦時という時代、そして日本軍という個別の国、または組織というものについて関係した慰安婦のみが大きく取り上げてられる、それだけが特筆されて、抽出されて教えられると。いうことは私は歴史教育のこのフェアネスというか整合性からも少し、まあ、素朴にこれはちょっと疑問があるんじゃないかなというふうに、まあ、思うわけでありますが、これ一般論として
ぜひ大臣のご見解をお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。萩生田大臣。学習指導要領で必ず学習する内容とされているもの以外は、教科書において具体的にどのような内容をどのように取り上げるのかについては、基本的に教科書の発行会社の方に裁量権は委ねられているんですけれど、まあ、今今回の閣議決定によって、強制性のある慰安婦等については、まあ、今後その規律がなくなっていくんだろうというふうに期待をしてますし、まあ、そうであるべきだと思うんですね。で、先生もご指摘いただいたように、まあ、吉田誠二なる方の、まあ、作り話が元でですね、まあ、世界が誤解をする、そしてそれが学校の教科書にも登場するという事態になったことは、私は極めて残念なことだと思います。今回、ちょうど平成26年の時に、まあ、こういったことは歴史的に確認できていることについては政府として認めたものについてのみ教科書には記述をしようということをルール化をしまして、まあ、その後正常化をしてきたというふうに私は思っていたんですけど、今回久しぶりにまたこういう記述が出てきて、でたださっき赤線のお話などにも触れていただきましたけど、世界的に見ても中学生のレベルでですね、こういったその性行為といいますか、その、こういったものを記述をしている教科書すら見当たらないわけでありまして、まあ、実際に現場で先生方が教えるとなると、これすごく難しいだろうなと。歴史的背景もちゃんと教えないとですね、例えば交渉制度があった時代であるというようなことや金銭のやり取りですとか、そういったことまですると、またかえって誤解を招くことにもなるんだろうなというふうに私個人としては思っておりますけれども、今回こういったことで政府が一つの方針を示したことでですね、少しずつこういったことは是正がされていくんだろうと思います。ただし教科書においてご指摘のように特定の事柄を強調しすぎていないかということについては、教科書検定基準の一つとして明示しておりますので、当該基準に照らして教科書検定調査審議会においてしっかりご審議をいただきたいと思っております。藤田文武君。ありがとうございます。萩生田大臣の大臣と立場の中での非常に踏み込んだ誠意あるご答弁に感謝を申し上げたいと思います。今回の一連の閣議決定された答弁書、そしてまた今回の予算委員会、そして今日の文科委員会におきまして確認されたことを総合的に見ますと、非常に評価できることでありますし、その先ほど大臣から触れられていただいた、その世界中でそういう誤解や、あたかも日本だけが特別にものすごくひどいことをしてきたという、そういう歴史的な曲がった事実が広められてきたことっていうことが、こう是正されていくということを、素朴に私は真剣に臨みたいというふうに思うわけであります。で、この問題に関しては、今日はここまでにさせていただきたいと思います。ただ、今後のこの教科書会社等の対応、そして文科省さんのそれに対しての対応について、引き続き注視し、この答弁書、そしてご答弁の政府の意思のに沿った形で進んでいくことを強く望むわけでございます。今日はこの話題一問で通告させていただいてて、非常に前向きなご答弁いただいたので、今日は時間早いですが、時間も押してますから、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。次に内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を